新潟県立長岡無き旅高等学校は新潟県長岡市に所在する県立高等学校である。本校の開校は1980年代初頭であるが、その当時長岡市内には全日政府通科の県立高校が川東側の長岡高校、長岡大手高校の2校のみであり、上級学校への進学希望者数が増加する中で、 新たな新設校の開校が検討されていた。また、川西地区では、県立高校がまだ設置されていなかった背景もあり、長年にわたり、高校の開校が望まれていたことも本校が現在地に開校した理由の一つである。本校と同じ名称の高校が、東北地方の青森県八戸市、北陸地方の富山県高岡市にあるが、この校了高等学校及び高岡、 高領高等学校との関連は一切ない。作詞、谷川俊太郎作曲、細谷系本校の近隣である長岡市、関原地区の馬高遺跡から出土した火炎動機と長岡市西部に広がる関原丘陵と品野川を組み合わせたものが採用されている。本校への通学手段としては、電車、自転車や徒歩のほかに、越後交通が運行する路線バスがある。 また、平日は、スクールバスが運行されている。朝は、小千谷市、栃尾市、三月市方面から1本、三月方面から1本、長岡駅、大手口から3本の、計5本、放課後は、長岡駅行きが3本運行されている。スクールバスの奇襲店はいずれも、高領高校前バス停。ありがとうございます。